どうも、寺井拓です。よいしょ。さあ始まりました、寺井チャンネルでございますけども、今回はですね、世界的に大人気フォートナイトをやっていきます。よいしょ。なんとフォートナイト総プレイ人口は1億2500万人と言われておりまして、寺井チャンネルの登録者の約 1.5 倍ぐらいですか、それぐらい人気な、世界的に人気なゲームを初プレイしてみます。でね、始める前に皆さんに言いたいことがあるんですけど、寺井一択は俺やねん。寺井一択って名前、あらゆるゲーム始めるときにもう使われすぎてて、俺がな、すっごい寺井一択とか、こういうわけわからん名前をな、名乗らなあかんくなんねんや。より寺井一択感を出すために無理やりやで、すっごい寺井一択。これでやっていきます。初プレイなんでね、どれをどうしたらいいか全く分かんないんですけど、レベル3からスタートなんや。とりあえずスクワットはパーティーを組むのはちょっと嫌やから、ソロで行きましょう。一人でバトルに乗り込み生き残るまでやるやつやな。このフォートナイトは敵がおったらババババって撃つのは一緒やねんけど、ちょっと違うのが建築っていうのがあるらしいのよね。だから動物の森みたいなもんですか。今流行ってますから。始まった。このバスを操作すんのか。絶対違うな。バスやったら強そうやねんけどな。バス操れたら強そうやねんけど。あ、ジャンプするって書いてるわ。あ、はいはいはい。あ、飛び降りる系ね。だいたいこういうの飛び降りんねん、最初。ね、教育に悪いですね。すぐ飛び降りんのよ。で、降りる場所が悪いと、すぐ敵にやられる可能性があるんで、きっちり降りる場所を考えていきましょう。この辺どうや？大丈夫か？なんか建物があるから、建物の方向には行きたい。で、初プレイといえど、結構ね、いろんなゲームやり散らかしてるんで、大体の操作はね、多分できると思うよね。さあ、建物の中入っていきます。この辺が、あれがいい、あそこがいい。あー、違う。溺れる。大丈夫か？溺れるとかないんかな？上に登りたい。大体 B はジャンプやろ。B！ おー！マジで B ジャンプやん！合ってた！任天堂スイッチ版でやってます。で、武器を探しに行く感じでいいんかな。武器を見つけに行きましょう。武器がないと何もできんから。え、なんかおる。うわうわ、危ないって、危ないって、助けて。ちょ、逃げよう。なんかおった。うわ、ものすごい撃たれてる。ちょ、助けて。海に飛び込もう。やばい、速攻撃ってきた。助け合おうや、みんなで。このツルハシじゃやっつけられへんよな。はいはいはい、R2 鶴橋。あ、建物をボコれる。この建物を破壊して、あいつ建物ごとやっつけよう。無理、できるんかな、そんな。建物崩壊させて、あいつやっつけよう。腹立つわ、あいつ。初心者相手に撃ってくな。よし、いい作戦や。とりあえず建物ボコボコにしよう。あか、建物あんまりボコボコにできへんな。建物をボコボコにするの限度あるわ。銃が欲しいね。鶴橋一丁じゃ無理や。え、なんかボンボン聞こえるて。すごいボンボン聞こえ、あ、人おるんちゃう、あのびっくりマーク。さっきのやつや、多分。俺銃持ってないんか。あ、ジャンプしてもらった、バレた、ジャンプしてバレたって。助けて。うわー、わーい、ビンビン言うてるて。うわ、ちょっと、泳ごう。ここ危ないわ。ザ・エージェンシーって言うんか。あ、下噛んでもた。痛い。下噛んでもた。くっそ、あいつ許さんから、マジで。銃手に入れたらもう一回帰ってきたんねん。で、今回やりたいのは、この初プレイから、まあ、初プレイは大体みんな下手ですわ。下手ですけども、初プレイから、そっから、丸一日ガチで練習したらどんだけ上手くなんねんっていう動画を撮りたいんですよ。だからこのフォートナイト動画、2本連続フォートナイトです。
とりあえずちょっとね、人あんまおらんとこ行きたいな。プレーの練習したい。あ、 A でなんか A で、あ、やった、作れた。わあ、すごい作れる。やった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 。わあ、囲まれた。あー、出られん。あー、出れた。 A で、 A で作るモードやな。ほいで、でも作ってるばっかじゃあかんのよ。なんか銃、あ、これなんかありそう、ありそうありそう。あー、あったあった、やった。わあ、めっちゃある、ものすごいあるて。宝の山や。LR で武器装備しよう。え、なにこれ。いや、今釣りしたくないんよ。あれ銃どこ。あー、銃や。よっしゃー、これであいつほんま、さっきんとこ戻ったんねん。あいつやっつけたろ。許さんからな、マジで。ほんまに、俺、少年腐っとるからよ。もう根に持ちまくるタイプなんよ。墓場まで根に持っとるぞ。ちょ、あいつやっつけに行くわ。おるんちゃうか、まだ。ちょ、試し撃ちしよう、試し撃ち。あいや、撃てますね。さあ、行こう。こういうシューティング系っていう、なんていうんですかね、これ。FPS じゃなくて、なんか TPS やったっけ？サードパーソンシューティングゲームやったっけ？結構好きなんやけど、ハマりすぎるから、あんまりやらんようにしょったんよ。でも、ちょっとフォートナイト真剣にやってくわ。もう早くも面白いもんな。ちょ、あいつどこ行った？マジで。出てこいよ。ビビっとんか、おい。お？うわ、おっとおっと、あいつや！おい！おい！さあ！おらおらおら、おお、通した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 、え、やったやったやった。おらおりゃ、おいしょ。え、何してんの俺。え、なんか PSP、 PSP してる。え、何してん、何してん、何してん。え、これ、え、これやっつけられてんの。え、これ誰、敵。あ、え、よしよしよし、やっつけた。やったやった、倒したよね今。あ、ダーツある。ダーツやりたい。あの、家で結構ダーツ練習してますからね。ダーツダイブ 200S とかで結構やってますから、ゲームばっかしてるわけじゃないで。こっからどうしたらいいんや。なんかあいつ弱かったな。コンピューターなんかな。コンピューターとかおるんこのゲーム。紛らわしいねんけど。お、え、なになに、うわうわ、どこ行くねん、どこ行くねん、うわー、どっか行った急に。びっくり、怖かった今。ちょっと、敵、あ、なんか変な音した。あ、じゃあ俺が武器変えた音かこれ。うわー、危ないな、どっかから撃たれてるな完全に。あそこや、あそこや。おら、なめんなよマジで。あ、あ、おお、あ、弾がない、弾が、あかあかあか、逃げろ、さっきのやつ、助けてくれ、よし、なんか、服変わった。ダサい。何これ、あ、変装したんや俺。なんか投げた、なんか投げて死んだ。これが初プレイですよ。すっごい寺一択、すっごい自爆しましたね。だいたいでも今ので俺はゲームのコツを分かったき、うわ、なんか気持ち悪い。ミスタークリスマスみたいなやつおった。あんなにもなれるんや。フォートナイト燃えましたね。燃えた。敵ちゃんとやっつけたしな。あれ敵で合ってますよね。あれほんまにオンラインの実在してる人？ボコボコにしたんやけど。ちょっとわからんこと多いな。このわからんこと多い状態が、え、なに、え、すぐ始まった。お前心の準備できまくってないって。ちょっと、あ、早めに乗りよ。なんかロビーみたいな一回経由するんじゃないの？すぐ行くのね。うわ、人飛んでる、危ない。これ空飛んでる時に頭ガーンぶつかったらそれでやっつけれるとかないんかな。とりあえずちょっとこの辺にしよう。よしよしよし、先に降りて先武器集めなあかんわ。あー、もう初プレイから休憩する間もなくすぐや。うわー、おるなー、人めちゃめちゃおるわ。 XP 何やこれ、 Windows 武器欲しいね。
あれ武器かな、武器かな、これはシールドポーション、大事っぽい、拾っとこう。あ、宝箱ある、めっちゃ光ってる、何これ、開ける、開けたい、うわいっぱい出る、入った。あ、さっき俺はこのボムでやられちゃったんやな、自分のタクティカルショットガン、これは強いぞ絶対に。他にもアイテムある。おーおー、いいんちゃうか、医療キット、回復系ある。おー、まだ宝箱や、ラッキー。よし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 よっしゃよっしゃよっしゃ。この辺から敵狙えるんじゃん。あ、おるぞおるぞおるぞ、あの辺に。あ、こっからは狙われへんか、さすがに。ちょ、おったな、 やっつけに行ったろうかな。ワクワクしてきた。わ、天気悪、ナメック星崩壊すんぜみたいな感じや。ちょっとあの辺に敵おったから、ちょっとやっつけに行こうか。アクティブやね、生き残りさえすればええのに、アクティブに。うわ、なんか金色の口開けた変なやつおる、でっか。匍匐前進とかできんの、これ。匍匐前進危ないねん。あ、これで狙い撃ちできるモードや。匍匐前進したいな、危ないから。危ないよ、こんな何にも障害物がないだだっ広い草原で走り回ったら、こんな感じのゲームで。うわ、あの辺絶対誰かおるよな。金色のおっさんの中入ろうか、一回。危ないから金色のおっさんの中入ります。顎どこ行ったん、この人かわいそうに。顎植えられてるやん。うわ、動いてない動いてない、これ。え、ちょっと動いてる、キモいって。うわ、なんか変な音した。あ、バン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 言うてる。あの辺で誰か撃ち合ってるんや、多分。あんまり人おらへんな、思ったより。あ、車乗れそう、車乗っちゃおうかな。え、大丈夫、飛び降りて。いやー、あとパララパララ言うてる、どっかから、どっか左やな。全然俺のけもんや、誰もおらへん。車乗りたい、乗れるんかな、乗られへんのかな、車とか。そんなんない感じ、乗れる車とか乗られへん車ある感じか。あ、バス乗りたい、これウォーキングデッドとかやったら絶対に中からゾンビ出てくるやつ。あかん、車乗られへんか。わっ、あ、人がいました、人がいましたよ。おわおわあ、おし、逃げ回っとる逃げ回っとる、いけ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 る、いける、マジでいける、これ倒せる倒せる、逃げ回っとる。いやー、よっしゃー、すまんなー、おなごやったな。よっしゃ、めっちゃおもろいフォートナイト。センスあるんかもしれん、初プレイとは思えぬこの身の軽やかさ。逃がさんかったね、なるほどな。あの人は今こうやってなんかアップルパイみたいなやつを壁にして逃げようとしたんやけど失敗したんや。おもろいで、フォートナイト、いけるで俺。あれやな、あんまり走り回っても危ないな、建物とか潜みながら。マップはマイナスか。あー、あの真ん中行かな、危なそうやな、真ん中行かなあかんわ。なんかね、こういう系のゲームフィールドがどんどん小さなってくるんすよ。で、フィールドの外おったらあのダメージ食らっちゃうタイプよね、そうよね。いやー、これおもろいな、結構画質も綺麗し。うわうわうわ、ドンパチドンパチやってますわ。ボボボボボボボや、ドンパチや。あそこに、うわ、なんや、うわ、怖い怖い、ひえー。すごい激しくやり合ってる。もう近いな、あの建物らへんや。ちょっとどうしよう。このサブマシンガンでええか。あんま近づかん方がええかな。生き残るゲームやもんな。どっか立てこもろか、危ないわ。これあんまり果敢に攻めすぎても良くないから、建物にちょっと立てこもろう。うん。うちで踊ろう。今はもうステイホーム習慣やから、できるだけちょっと家見つけて、家でどうにかしよう。あー、ええやん。あー、なんかビシュン言うた！狙われてる、もしかして。ひえー！
どこや？この辺じゃないか。気のせいか。うわあ！近い！あいつ。あそこおる、あそこおる人。ちょっとやっつけたろ、マジで。どこ行った？めっちゃ緊張する。ちょ、銃無駄に撃ちすぎたな。あの辺におるのは間違いないねんけど。グレネードを使おうか。さっき俺が自滅した。じゃあ間違えた、グレネードちゃうかった。これシールドポーションやった。見間違えた。これポーションか。タクティカルショットガンにしよう。あ、怖すぎて近寄られへん。向こうの方に間違いなくおんな。動いてるわ。この辺の銃取りたいな。取ってみよう。銃入れ替えただけ。銃、そうか、何本も銃持たれへんのか。うわ、人来た。今や、危ない。うわ、来た、こっち来た。こんどいて。銃をカチャカチャしてただけやった。おもろいな。結構おもろいやん。ロビー戻ってきたら女の人になってる。ものすごい目パッチリ。普段は教師とかやってますって感じや。ランダムでキャラ変わるんかな最初は。いやでも結構初めての割にはいいセンスいってると思うんやけど、どない？建築がまだようわからん。どのタイミングでやったらええかみたいな、その辺もちょっと踏まえて次やってみよう。うん、今回はとりあえず初見プレイはこれで最後にしよう。これで1位とかなったら男前やで。なんかね、あんねん、ほら他のこういうゲームで言うやん、活動みたいな。今回フォートナイトもあるんよ、ビックルみたいなやつが。それやりたいな、ビックル。そのためにはもうむやみやたらに突っ込むだけじゃなくて、いい場所を見つけて守りながら敵が来たら撃つみたいなね。あとアイテムもちゃんといいのを拾いながら、まあ、何がいいか分かんないんですけど、あとは敵が目の前に来たらすぐ騒がない。もう悪い癖やね、何のゲームでもパチスロでもせやねんけど、やっやっってなりがちやから、ひゃ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 しないこと、それを目標にしよう。あと降りる位置も考えよう。あんまり人気がないけどアイテムがありそうなとこらへんがええな。あの辺の畑があるとこらへんにしようか。でも虫とかは降りそうやな。まあ、あそこでしょ。真ん中とはちょっと離れたとこらへんにしよう。うん、人もそんなにはこっちには来てないっぽい。この辺でまずアイテムを拾って万全の体勢で迎撃しよう、敵を。はい、どこやこれ。中途半端な位置に、よいしょ、あったあった。これこっからいけるんかな。鶴橋で、あれ、なんか人がおる音がする。何、人の音がする。危ない、絶対危ない。ちょ、どっか行こう。ちょ、な、地図持つな、地図みたいな持つな。設計図か。うわ、バンバン言うてる。ちょっと、まだ俺武器拾えてないから、あいつや。あ、うわ、目の前におる。危ない。ちょっと、俺は武器を取りに来ただけやねん。まだ戦うつもりはない。あっちの家に移動しよう。人がまだ、家にも入ってないってのに、乱暴な奴らやな。よしよし、誰も入った形跡ないな。よし。じゃあ、俺が開けたんか。誰か入ってきたんか思った。よしよし。え、何？勝手に泣くの？怖いねんけど。なんかお化けとかおる？あ、よしよし、武器あった。よっしゃ。
武器さえありゃいいのよ、こっちは。うわ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 、ツルハシでどうにかして、ツルハシでどうにかして、よっしゃ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 。めちゃくちゃテンパったけど、ツルハシで頭ガーンしちゃった。びっくりした。何気なしに家破壊しとったら、うわ、ちょっと回復アイテムみたいな使おう。これどうやって使うん。あ、めっちゃ巻いてる。ぐるぐるぐる、よし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 。あー、びっくりした。ムキムキの猫に襲われた。ギリギリやったね。体力左下のあれか、結構ギリギリでツルハシでボコって、多分相手の粘膜とかをバーンしたんやろな。あー、耐えたー。あと武器もいっぱい手に入った。よかったよかった。地下室にこもりました。で、地図見てもまだこの白い円の外が危ねえエリアやから、結構大丈夫やと思うのよね。ほんでこの扉を開けた瞬間に頭をポーンですよ。あ、やばいやばいやばい、待って、完全にあの白い円の範囲外おるな。ただこの青い円の外におったらダメージ食らうっぽいから、まだもうちょっとここで粘ろうかな。あ、足音する。来るんじゃん、人来るんじゃん。ほら、扉開けた瞬間にさ、扉開けた瞬間にこれいけるで、これ来いよ、来れるもんなら。引きこもっとったけど、あの青い円が迫ってきたからちょっと出なあかんな。ちょ、出ます。くそー、めっちゃ快適やったのに。うわ、真っ暗や、あたり怖い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 。ちょ、出た瞬間誰かおらんやろな、大丈夫か。わっ、あ、おりそう、誰かおりそう。いえ、怖い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 。あ、やっぱりおった。うわー、撃たれてるっぽいとこ。あ、あ、挟まった、岩に挟まった。いや、あ、岩に挟まったって、え、どこ。わ、なになに、ちょっと岩に挟まった。あ、ツルハシ、ツルハシ使おう。ツルハシで逃げよう。壊れる壊れる、よしよし、壊れた。うわ、めっちゃダメージ食らう。そうか、このストームの中おるとめっちゃ食らう。よっしゃ、逃げた。ちょ、回復せな。あのテントの下らへん行こうか。よし、怖かった。結構食らうな、あん中おったら。よし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 、オッケーオッケー。あの白い円の中まで入らんとめっちゃダメージ食らうわ。すごい天気悪いんやね、あん中。あっこで火花が散った。あの辺で打ち合ってるんや、誰か。よっしゃ、残り10人までなったぞ。3回目のプレイでこれ、あのピルクルみたいなやつなれるかもしれん。誰かがやり合ってるところを、言ったら漁夫の利作戦ってやつか、打ち合ってるところを外からバンバン打って、それで俺が1位になるみたいなやつや。それにしよう、そうしようそうしよう。で、あの建物の中が多分主戦場やから、今は危ないし、この辺おろか。うん、しゃがもう。ケツ眺めとこ、ケツ。よしよしよし、うわ、めっちゃバンバン言うてるて。うわぁ、あっこめっちゃ人おる、この辺めっちゃ人おる。ちょっと撃ってみようかな。あの辺めっちゃ人おる。ちょっとこっから、こっから当てられへんかな。くそ。
そ、遠くの方。え、待って、あと二人。え、俺ともう一人しかおらんやん。え、待って、あの人倒したら俺1位や。ちょっと倒そう、倒そう。どこや。くそ、泳ぐしかないんか。泳いでやられそう。ちょっとお願い、泳いでる間を担当いてな。泳いでる間は、泳いでる間なしな。どこ行ったあの人。おった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 、あの人やっつけたら俺1位やって。ちょ、やっつけよ、やっつけよ。人生初ピックル。どこ行った、どこ行った、どこ行った。やられてくれ、やられてくれ。あー、やられた、クソ、やられた。クソ、やられた。ちょ、テンパってもうた、またテンパって、なんか変なん投げて終わった。この人やっつけたら俺1位やったんよ。うわ、めっちゃ惜しい。うわ、テンパったなー。にしても初プレイで好成績残しまくりじゃない。3回目で2位ですからね。あそこでもうちょっと俺に経験があれば冷静に対処して相手の攻撃かわしてパーンみたいなヘッドショットかまして1位とかできたよ。あれめちゃくちゃ惜しかった。というわけで、ね、第1回フォートナイトはこれにて終了ということで、次ですよ。こっから、まあ、だいたい8時間か10時間ぐらい、ぐわーっとフォートナイトやりまくって、どんだけ寺井たく馬なったんやっていうのをね、お見せしますので、ぜひとも次回、成長した寺井たくをお楽しみください。ほな。フォートナイトおもろいな。チャンネル登録してくれ、してくれ。